阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立は白菜のロール煮です。今回教えてくださるのはアナンさんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。そして器はこちらです。今回は阿蘇市坂梨にある滝室窯さんの作品を貸していただきました。滝室窯さんのご紹介は、番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。さあ今日は、はい、白菜。そうですね、 いいんですね、はい、もう今が旬の白菜ですね、うん、ですね。もう阿蘇ではですね、やっぱり霜が降りたなら白菜が柔らかくなって甘みが増すんですよね、はい。じゃあ阿蘇を代表する冬の野菜。そうですね、うん、それを使ってちょっとお肉で巻いていきたいと思います。はい、はい。白菜についてはオンラインショップ阿蘇もでも、販売しておりますのでぜひそちらもチェックしてみてください。今日早速お願いします、はい、では白菜をですね、はい、湯がいていきたいと思います。まず芯の方からですね、硬いので湯がいていきます。はい。人参をですね、はい、まあ、彩りに上に乗せたり横に入れたりしたいので、ちょっと型で抜きたいと思います。型で抜く、はい、はい。今日は花形でいきたいと思います、それから椎茸ですね。はい、はい、そこへひき肉を入れます、はい、そして、はい、生姜汁ですね。生姜、はい、すりおろした、はい、そうですね、生姜汁。お酒、はい、薄口醤油、はい、と片栗粉、はい、はい、ハンバーグなんか作られる要領でですね、混ぜられるといいと思います。これをですね、はい、こんな風に巻いたら切った時に繊維が切れないんですよね、お口の中で。それで横巻きにしたいと思います、少し芯を巻きやすいように切って、はい、中に入れたいと思います。なる、無駄にしない。そうですね、くるくるっと巻いてですね、これを中に入れたらですね、はい、いいと思うんですけど。あ、なるほど。これをですね、入れ込んで、はい、あ、さらに、はい、こんな感じです。こんな感じ、はい、はい、コンソメですね、はい、入れときます。お水だいたいひたひたですね、さあ、だいぶお鍋の方は。そうですね、開けてみたいと思います、はい、お、水溶き片栗粉、はい、そうですね、はい、白菜のロール煮です、はい、白菜ロールの他にもいっぱい用意していただいてありがとうございます。では早速いただきます。いただきます。うん、あ、生姜が効いてて、うん、地産地消クッキングでは阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇市坂梨にある滝室窯さんは若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で、普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。